今日はですね、福島県のとあるところまで来たんですけれども、スズメバチが出入りしているというところでちょっと見に行って、対応したいと思いますので、よろしくお願いいたします。行きましょう。ちょっと裏手の方に来させてもらったんですけども、対象箇所こちらです。ご自宅の裏手のこういうね、ちょっと雨にさらされてしまって朽ちてしまった木の隙間、あ、出入りしてますね。スズメバチの出入りなんですけど、ちょっとまだ間近で見れてないんですけど、おそらく黄色スズメバチじゃないかなと思います。これをね、ちょっと壊せたら壊して駆除していきたいんですけども、お客様がそんな壊してまで望んでないみたいなので、ちょっと薬剤注入しながら封鎖していこうかなと思います。状況を見ながら、いろいろ判断したいと思います。では行きます。ベンベン、見えないですね。じゃあもう薬剤散布でいっちゃいますか。この粘着シートで、これを巻いて、巻いて。あ、外巻かないです。中突っ込んじゃってください。はい。なるべく奥まで入れたいんで、ノズルは奥まで突っ込んで。で、左手が空いてるんだったら、それですくい取るぐらいの感じで。薬剤は出したり引っ込めたりしてくれれば、極力ノズル外出さない方がいいです。もったいないんで。うわ、ゴキブリ出た。ゴキブリにもかけちゃってください。これが戻り鉢、入ってきてるのは戻り鉢。中から出てこない。もう出てこない。薬剤ついてるとホーキング乗らないんで、ペーパーで拭いて、でホーキングって押し、中もう出てこないですよね。戻り鉢ぐらいで、はい、じゃあそれでやっていきましょう。まあ、いつも通りですけど、こうやってね、ついてますね。で、やっぱりオオスズメバチとかね、他の蜂に比べると集まりが弱いんで、まあ、よく言われてる黄色にはあまり効きませんよっていうのがちょっと実証されかけてますね、やっぱり。でもゼロじゃなかったんでね、何匹かついてるとこれ誘われてくっついたやつもいたんで、やらないよりはやった方がいいかな。ベンベン、天井の白いところに貼って、入り口が隠れるような感じ。現状ちょっとこんな感じで終わらせてます。一応予定通りですけど、穴塞いで、中に薬剤注入して、お客様の了承を得た上で、封鎖しています。で、一応念のため戻り鉢対策で、粘着シートをこのまま、貼って、秋まで、持てばこれでもいいですし、間違いなく蜂がいないっていう状況でお世様のお手で取っていただくようなご案内を、しております。まず数がね、そんなに多くないんであれですけど、これ秋口になるとね、もう出入り半端じゃないですし、
この作業終わった状態で戻り鉢の数っていうのは尋常じゃないぐらい戻ってくるので、もうやってる最中周りからブン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 って感じでしたけど、だいぶおとなしいので、まあ、夏の始まりなのかなという気はします。まあ、そんな感じでね、あの駆除はしてますけれども、くれぐれも気をつけていただいて、あの何か蜂駆除のご要望あればぜひ蜂を呼んでください。お願いします。